こんにちは、函館ワイオモダン化推奨官です。今回は七五三あるあるについてお話ししたいと思います。子供の衣装は決まったけれども、お母様何を着ていこうかなと悩んだ時に、やっぱり私も着物を着て一緒に子供と一緒に撮影したいという方が多いようです。その時にどんな着物を着ていったらいいのかということについてご質問がありますので、そのことについてご案内させていただきたいと思います。訪問着についてお話しさせていただきましたけれども、今回はつけ下げについてお話ししたいと思います。訪問着よりもつけ下げの方が全体的に落ち着いた柄の着物が多いです。ですからどちらかというとつけ下げの着物を選んだ方が、より無難かということで、いろんな衣装屋さんもお母様、七五三のお子様に一緒に撮影するお母様の